5年前横浜市の病院で、点滴に消毒液を入れ患者3人を殺害した罪などに問われている元看護師の裁判で、横浜地裁は、久保木あゆみ被告34に無期懲役判決を言い渡しました。元看護師の久保木あゆみ被告34は、2016年、横浜市の旧大口病院で、入院患者の点滴に消毒液を入れ3人を殺害した罪などに問われています。これまでの裁判で 久保国側は、起訴内容については認めた上で、著しく心神耗弱状態であったとして、無期懲役が相当と主張、検察側は、心神耗弱状態とは言えず、完全責任能力があったと主張し、死刑を求刑していて、責任能力と刑の重さが争点となっていました。 先ほどから始まった判決公判で裁判長は被告には発達障害があり犯行時は打つ状態にあったことは認めたものの勤務時間外に被害者を死なせるという犯行は合理性があり責任能力はあったと指摘久保木被告に無期懲役判決を言い渡しました久保木あゆみ小学生まで茨城県水戸市で育ちその後は 神奈川県伊勢原市に引っ越し地元の中学を卒業。高校は秦野市内の県立高校で、卒業後に横浜市内の看護学校へ進学し、2008年に看護師免許を取得。看護師として大口病院とは別の病院で勤務し、2015年5月から大口病院に採用されたそうです。主に夜勤で勤務。2016年事件を起こす久保木歩美は事件発覚後。 9月28日の出勤を最後に大口病院を退社。そして、2017年2月に再び、看護師として別の病院に勤務するも2ヶ月で退社。その後、神奈川県内の物流倉庫会社に派遣社員として勤務し、2018年7月7日、神奈川県警は被疑者を殺人容疑で逮捕。